はい、どうもこんにちは。あいやキッチですと。さあね、横にね、笠崎くんがいますが、はい、アストルティアに遊びに来ていただきました。うん、出ましたよ、毎年恒例の7月七夕イベント。願い星を瞬いて2022。はいね、バージョンアップもね、まだ2日目ということなんですが、そんな忙しい時期にね、笠崎くん遊びに来てくれたね。まあ、というものの、まだまだね、17日までやってますので、まだまだちょっとね、ストーリー終わらしたいよ。僕はバトルで忙しいんでーっていう方はね、まあ、ゆっくりやってもね、まだまだいいクエストなので、別にマッチング必要なクエストなわけでもないので、まあ、落ち着いてね、やることやって、最後にやることなくなったら、はい、笠崎くんのね、相手をしてあげてください。まあね、必ずやでもやった方がいい。うん。まあ、というのは、10周年の福引きが、ここでね、またもらえますので、10周年福引き、欲しい方はしっかりね、やってくださいね。まあ、早速行ってくるか。笠崎、おや、綾吉さんではありませんか。お久しぶりですね。縁結びの神の使い、笠崎です。今年も七夕の里では、縁結びの神に願いを伝えるお祭りをしていますよ。ですが、少し気がかりなことがあるんです。毎年、彦星の野郎、面倒を起こして、本当にめんどくせえよっていうね、笠崎くんのね、心の声が聞こえてきますけど、もうすぐ織姫様が七夕様の里にいらっしゃる頃だというのに、どういうわけか彦星様の様子がおかしい。いつものことだよ、毎年。情緒不安定なのはいつものことでしょ、この年になって。彦星様の心が曇っているために、七夕様のまた重い雲に覆われてしまっています。綾吉さん、お願いです。はい。ねえ、もう毎年7月7日、ねえ、同じことを繰り返していっていきたいと思います。願いを瞬いて2022。これね、持ち物ね、いっぱいだとクエストを受けれないので、使うものね。なので、使うものをね、整理してね、来てくださいね。短冊がもらえるんで。さあ、ってことね。はい、記念品に短冊を1枚差し上げましょう。ありがとうございません。ありがとうございます。はい。ご案内しましょう。まあ、でもあれだよね。今回、これ、ね、運営さん、まあ、左ね、ちょうどね、イベントスキップボタンあるんですけど、まあ、メインがやったから、イベントスキップボタンあるんですけど、これ、高吉で初めてやった時ね、スキップできなかったのよね。っていうことは、これ、新たに作ったね。はい、こちら。七夕会場の。おっと、彦星も黒い空を見つめて、いるというね、はい、アニメーションです。アニメーションじゃないけど。まあ、ただね、どこが変わったかっていうと、わからないっていうね、さっぱりちょっと、わからなかったんですが、リベロ、まあ、せっかくの縁日に来たんですが、雨がちょっと降ってるんで、ちょっとね、気持ちは重たいんですけど、しっかりね、縁日、気分を楽しんでください。まあ、リアルの世界では、まあ、コロナとかね、まあ、解除されたんですが、最近またね、蔓延してきてるみたいなので、広がってきてるみたいなので、祭り全然楽しめないよ、今年祭りが中止になってるよっていう方はね、しっかりね、はい、しっかりここでね、縁日を楽しんでください。おー、やっぱりあれだね、ベルトロ君人気だね。はい。まあね、こういうね、人がいるってことは、高木ちゃん、あれですか？そう、例のあれです。全くね、前回と同じようなね、クエスト。違うよ。しっかりね、あれですからね、ラインナップは変わってますからね、ラインナップは。悩んでる人たちのね、ラインナップはね、変わってる。うん。だから安心してください。またね、新たなる気持ちで、七夕のイベントをね、はい、過ごせます。はあ、もう時間がない。一体どうすればいいんだ？おや、綾吉さんではないですか。私、覚えておいででしょうか。縁結びの神、彦星です。綾吉さん、私は今まさにあなたがまた来てくださらないかと思っていたところです。実は今年も笹に飾られた願い事が多すぎて、私一人では手が、もう毎年言ってんなら、もう先に用意しとけよ、そういう人、バイト用意して、時給50ゴールドぐらいで。わかるでしょう、毎年。この人も懲りない人だね、本当に。ゆっくり会うこともできません。私欲のためかよ。ちゃんと七夕ぐらいは、みんなのアストルティアの冒険者のために働いてください。叶えていただけないでしょうか。まあ、このサタにオイル6人の願いうちの1人、ほら来たよ高木ちゃん、前回と同じじゃないですか。願い人のうち2人の願い事を私の代わりに叶えてあげてくれませんか。はい、朝日さん、ズーボーさん、ペリポーさん、極天上帝さん、フレンジーさん、ベルトロさん、こちらの方々のなります。全く同じじゃないですか、高木ちゃんと思うよね。はい、違うよ。前回はビャンダオ、ウズキ、ウェブニー、セイリアね、セリックさん、そしてズーボーといったね、6名の悩み人がいたんですが、まあ、今回はね、まあ、ズーボー以外はね、新しいニューラインナップなんでね、はい、そこら辺をしっかり楽しんで、七夕イベントやってくださいね。はい、巾着袋もね、新しくね、もらえたので、ありがとうございます。はい。ということで、まあね、6名のうちどれが簡単なんだよ、高木ちゃんということなんですけども、まあね、しっかりね、今から紹介していきたいと思います。はい。さあ、まず、ペリポンくんね、ペリポンくんの悩みを聞いていきましょう。無職のままでいられますように、どうも私、腕利き技術者でありながら、勇者正しき無職をやっているものです。最近、アストルティア防衛軍でボランティアをしてるんですが、技術者として腕を生かして、兵器開発スタッフとして働いてほしいと熱心に誘われてるんです。もちろん断りましたと。私は無職に誇りを持ってますからね。しかし、先方が諦めてくれないんですよ。正式にスタッフになってって。軍の歯車となり、毎日命令に従って動くだけの生活になってしまいます。それだけ断じては回避しなければいけません。歯車なるものではなく、作るものです。よくわからん理屈をこねて、とにかく働きたくないってこともね。あれちょっと高木ちゃん、あんたに似てませんか？やかましい。似てねえよ。僕はちゃんと YouTube の動画投稿者として働いてるますからね。はい。そうだ、いいことを思いつきました。ちょっとあなたがキラーマシンが落とすパーツを手に入れてくれませんか？キラーマシンはオーグレード大陸のラギ雪原なのいますよ。頼みましたよ。さてことで、ペリポン君の願い事はこちら。キラーマシンをとにかく倒してこいっていうことですね。はい、ってことで、キラーマシンが一番ルーラストーンから近いポイントにいる場所、このメルサンディ、真のメルサンディのね、ここの場所がね、一番近いと思います。他にもちょっと調べたんだけど、結構ね、ルーラストーンから遠いとこが多かったので、まあ、この新メルサンディが一番近いんではないんでしょうか。まあ、そんなね、キラーマシンを倒すばいいんだよね。1回だけでいいんだよね、多分これ。そうだよね。ちょっと。はい、クエストクリア。謎のパーツを落としていった。さあ、早速ペリポン君に話しかけましょう。お待ちしていました。お願いしたパーツは手に入りましたか？さあ、謎のパーツを渡して、はい、ありがとうございます。これさえあれば問題は 98% 解決したようなもんです。できました。ペリポン2号です。軍の命令に絶対服従するようにプログラムしました。さあ、2号。ベリナード城に向かって、アストルティア、あれベリナード城にいるペリポン君って、あれなんだ、機械なんだ。戻ってきたよ。なぜ戻ってきたんです？ちゃんと働けなダメなんでしょうが。働きましたと。なんでクビになっちゃった？私の高度な技術はそう簡単に見破れないはず。先方は完全に私をペリポンだと信じきってしました。私はプログラムされた通り、軍の命令に従って、兵器を開発し、どんな敵でも一撃で滅ぼす超破壊メーカーを完成させました。すると、こんな兵器を扱うのは今の人類では早すぎると総帥がおっしゃり、兵器開発の任をと。欲しい？それ。そしたら、高速討伐なんていらないじゃん。そのアイテム使えば1分ぐらいで、1分もいかない。5秒ぐらいで終わるんでしょ？ボス倒せるんでしょ？それ欲しいよ、それ。ペリポン君、優秀すぎてクビになったっておかしいぜ。それを、アストルティアの冒険者各一人にください。さあ、次に極天女帝の願いを叶えていきたいと思います。あの子が安らかに眠れますように。どうした？我が子のように思っていた子が旅立ってしまって、あら、ちょっと悲しい話だね。その子のために祈りに来たのじゃ、ここに祈りに来たんだ。あ、そうか、七夕の短冊に、その子が、安らかに眠りますようにということを祈りに来たのかな。星がよく見えるこの里なら天に祈りが届くと思ったのじゃが、あいにくて、あ、そうだね、雨降ってますよね。あ、この雨ってあれなんだ。システム上の雨なんだ。あ、そういうこと言っちゃうからね。たまたまの雨じゃなくて、これ誰がどう来ても雨なんだね。なるほどね。そうじゃここ一つ、神灯籠を釜に流して、祈りを届けるとしよう。どうせならとびきりな上質なやつご用意。上質な神灯籠は、エルドラ大陸の神ハルムイ領北になのいる、灯籠兵が落とすはずじゃ。お主すまんが灯籠兵、はい、またなんかモンスター討伐が多いな、本当に。さあ、灯籠兵を倒して、上質な神灯籠を落としていった。綾吉は上質な神灯籠を願いの巾着袋にしまった。さあ、早速これを持って、さあ、極天女帝のところに戻ってきたところ、どうじゃ上質な神灯籠は手に入ったのか。渡します。綾吉は極天女帝に上質な神灯籠を渡した。これでしっかり亡くなった人たちのね、思いを、叶えてあげてください。これじゃあ、早速川に流すとしよう。祈るをやってくれます。しかもここで祈るの、あれか、要求してくるのか、このおばちゃんって言っちゃうから、ね、まあ普通に祈りね、はい、僕もね、亡き魂を対して祈りましょう。上質な紙灯籠を川に流した、綺麗な紙灯籠ね、誰が言ったの？あ、イリューシャちゃんが、現れた。あ、これ何？人によってこういうゲストが来るんだ。綾吉、祈ってくれてありがとう。私も一緒にお祈りするわ。私にとって大切な人だから。そうじゃな、あの子も喜ぶじゃろうって。あ、すげえ、こういうゲストが人によって違うんだ。ばあや？あの子のために祈ってくれてありがとう。これであの子も浮かぶ。いやー、すごい、運営さん、なかなかあれですな。作り込まれたんですな。願い事を叶えた。さあ、ということで今回、綾吉2回叶えたんですが、まあ他も見たいよっていうことなので、他の願いも見ていただきたいと思います。はい、って今度ね、次はあさひちゃんのね、悩み事を解決していきたいと思います。よいちゃんにサプライズできますように。高吉も来てたんだ。私もよいちゃんとここで待ち合わせしてるの。こんな雨のずぶ濡れの中、こんなところで待ってるの？よいちゃん、風邪ひくよ、ここ。もっと、屋根があるところね、待ち合わせすればいいのにね。それでね、一緒にお祭りに来た記念に、サプライズでよいちゃんに赤いかんざしをプレゼントしようと思ってるんだ。おそれにしたくて、私の分も買おうとしたんだけど、なんと同じ色が売り切れてたんだよ。別色でいいじゃん。形は同じなんでしょ？代わりに買ったのは白いかんざし。これじゃお揃いになんないよ。ゆえに、フクランド大陸にあるメギストリスの都の染色屋さんに頼んで、このかんざしを赤い色に染めてきてほしいの。ペンキ塗ればいいじゃん、ペンキで。私ここでよいちゃんを待ってるからお願い。もうペンキでいいでしょ？赤のペンキ持ってくればいいんでしょ？白いかんざしを受け取り、願いの巾着袋にしまった。さあ、染色屋ピピヌちゃんどこに来ました。事情を話して白いかんざしを赤い色に染めてほしいと頼んだ。錬金釜で染めれるから、錬金釜に入れて鼻ぶっ込めば染めれるでしょ？お祭り記念にサプライズでお揃いのかんざしをプレゼントするなんて素晴らしい。私は感動いたしました。結構やった。タダでやってくれる。ありがとうございます。普段誰かに装備プレゼントするから、それもタダでやってみて。できました。サプライズが成功するように祈ってますよ。赤いかんざしを受け取り、願いの巾着袋に。あ、これ意外に楽だね。右ストリックスに行くだけなんだね。さあ、あさひちゃん持ってきたよ。待ってたよ。かんざし染めてきてくれたかな？ただだったからね。よかったよ。お金かかったら、あさひちゃんに請求しちゃいそうだった。赤いかんざしを渡した。わあ、ばっちり。これでよいちゃんとお揃いだ。よいちゃん喜んでくれるといいな。あさひ、すっかり待たしてもうたな。あ、よいちゃん。あさひちゃんはよいちゃんが出てくるのね。グッドタイミング、ほんならよかったわ。よいちゃん、実はプレゼントがあるの。じゃじゃーん。私とお揃いの赤いかんざしだよ。お、このプレゼントするシーンを見せてくれるんだ。赤いかんざし？やったー。よいちゃん驚いてる。サプライズ大成功。ちゃうねん。うちもあんたと同じよ。やっぱり気が合うね。よいちゃんも同じことを考えてくれたの？嬉しいな。うちはお揃いとまでは考えへんかったよ。ほんまにあんたはそないなことばっかりよう思いつくな。早速つけてみようよ。仲いいね、この二人。つけ方わかんないんかい、あさひちゃん。まあ、よいちゃんすごく似合ってる。あ、ほんとだ。かんざし似合ってる。赤いかんざしっていうか、赤いかんざしだな、これ。うん。あ、ほんとに染まってるね。似合うとるで。それはそうとかんざし1個余ってもったら、これどないしょう。あ、僕にくれる選択肢はないの？よいちゃんのおばあちゃんにあげようよ。さよおばあちゃんに。いや、僕にくれる選択肢はないのかな。おかしいな。僕こんだけ動いたのに。おかしいな、ちょっと。ありがとうございません。はい。フレンジーって海賊のクエストのあの子ね。はい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 。あたいのおしとやかなところを見せつけてやれますように。つーっ。かわいい。フレンジーちゃんかわいいよね。まどろっこ海賊団副団長のあたいの願い事を盗み聞きするなんていい度胸じゃないか。いや、あんたが勝手にぽつりと叫んだんでしょ。叫んでないか。つぶやいたんでしょ。その代償に一ついい仕事をしてもらうよ。いい仕事っては言ってないか。仕事をしてもらうよ。いつも手下どもにガサツだって言われることから、浴衣を着て一発おしとやかなところを見せつけてやりたいんだよ。この里にいる赤霧っていうやつのところへ行って、あたいにぴったりの浴衣を手に入れてくれないか。自分で行けばいいじゃん。もらえるよ。くださいって言えば。さあ、赤切さん、こんにちは。教会の赤切と申します。何かご用でしょうか？フレンジにぴったりの浴衣が欲しいと伝えた。まあ、海賊の方が着る浴衣を探していらっしゃるんですね。海賊の方っていう、まあ、一人の女の子がね。それでしたらぴったりの浴衣があるので、お譲りしますよ。なになに、どうした？白波の柄の浴衣を差し出した。え、これでいいわけ？あ、めちゃくちゃ簡単。フレンジさん、お待たせ。浴衣は手に入ったかい。ただの浴衣じゃダメだよ。あたいにぴったりなやつは知らねえよ、そんなもんよ。知らねえよ。自分で見に行けよ、そんなもん。ずーっ。へえ、海賊に白波の浴衣のあてがうなんて粋じゃないか。実は言うと自分で浴衣をもらいに行くなんて照れくさかったんだ。ツンデレか。着替えてみ、お、ちょっと見たいのね。フレンジーちゃんの浴衣姿。ちょっと海賊帽子、演歌を歌うんですか？鼻の中真っ黒にして演歌を歌うんですか？姉さんが浴衣を着てやがるぜ。どうだい？あたいのおしとやかさに、おしとやかっていう柄ではないけどな。うん、いい線いってるんだけど何か違う気がする。なんだって？一体何が違うって言うんだ？言ってみな。嘘です。完璧です。たく使えないよね。あんたも何か違うって顔してるね。だったらこの里であたいに必要なもんを見つけて持ってきな。言っとくけど、あんたのお風呂のごめんだよ。新品のやつをよこしな。え、なんだろう、こっから。やっぱり、頭だよね。頭と、足装備だよね。ってことで、足がね、ちょっとね、ブーツだったよね。なので、草履を買って、で、頭装備がちょっとないので、お面屋さんって買えなかったっけ？はい、ってことで、フレンジちゃん持ってきましたよ。あんたが持ってるそのお祭りの草履。ひょっとして、あたいに必要なもんってのは、それのことかい？まあ、それもそうなんですけど、頭装備だよね。その海賊帽子ちょっと似合わないよね。フレンジに渡します。草履も渡すけど、ついでにちょっと頭装備も変えましょうよ。そしたらもっと可愛く見れるのに。なんだいこりゃ、足の指の間に硬い紐が挟まって、こんな感覚初めてなんかい、履くの。どれどれ足元。あ、いいじゃん、似合うじゃん。まあ、あとは遊び装備。完璧ではないよ、君。おかしい、タクオ君。ちょっとおかしい、それ。かっこいい？うん、かっこいい。うん、かっこいいのか。おしとやかには見えないな。つー。確かに、あんたの言う通りだ。無理におしとやかに見せようなんて、新しくなかったね。おい、タクホ。あんたも一人前の海賊になりたいなら、あたいを見習いな。どこをどう見習うんだよ、俺。ねえ。どこをどう見て海賊なんだよ。へい、これからもついてきます、姉さん。おかしいよな、もう。バンナーのやった、突っ込んでくれた。主人公突っ込んでくれた、ありがとうございます。これは海賊のシンボルなんだ。これを外すときは海賊はやめとくれ。あ、なんか、そういうあるんだね。自分に思ってる真のものが。いいじゃない。はい、次にね、はい、前回からのね、常連のズーボー君の悩みをね、聞いていきたいと思います。マグナス様の愛犬、マリーちゃんとミリーちゃんを散歩させにここまで来たのだが、ミリーちゃんがいなくなってしまったのだ。悪いけど一緒に探してほしいのだ。マリーちゃんも心配してるのだ。ここにはガートランジュ城から鉄道でグレン城に渡った後、笠崎さんの案内で来たのだ。グレン城下町駅までは確かに一緒だったのに、つまりグレンの城下町か七夕の里で隠れたに違いないのだ。おいらは七夕の里を探すからオーグリッド大陸にあるグレンの城下町を探してほしいのだっていうね、はい、ズーボー君の願いですよね。ちょっとこれ僕初めて聞いた時びっくりしたけどね、お前はこんな簡単な、こんなね狭い方を探すんかいって、広い方を探せよみたいな思ったんだけど、まあグレン城城下町マジであの広いとこから探すのって思ってる方、安心してください。こちらドドン、はい、ちゃんとねここにありますよと教えてくれてます。このワープではなくてこちらにあるんですよ。くんくん、木箱の中から犬の鳴き声がする。ワンコの餌を置きますか。ポテキチは木箱の前にワンコの餌を置いた。ワンワン、なんと木箱の中からミニーちゃんが出てきた。ポテキちゃん、ミニーちゃんを願いの巾着袋入れるんかい、ワンちゃんを。めっちゃでっかい巾着袋だね、それ。大丈夫？ワンちゃんちゃんと顔出してね、息できないから。はい、ということでね、まあね、僕一生懸命ね、探そうとしましたよ。このワープのとこに輪っかがあったから、どっかに行けっていうことなのかなと思って、ずっと考えて探そうとしてたら、まあこんな簡単なとこにあったっていうね。はい。ね、もう皆さんは間違えないようにねお願いします。あ、ズーボくん見つけてきたよ。困ったのだ、七夕の里のどこを探してもミニちゃん見つからないのだ。はい、渡します、ミニちゃん。ポテキチはズーボをミニちゃんに渡そうとした。ミニちゃんが飛び出した。あんあん、ミリちゃんちっちゃ、あ、ちっちゃいね、意外にマリーちゃんの子供なのかな。ミリちゃんでもまあ、ちっちゃい言うても巾着袋に入るような大きさじゃないよね。マリーちゃんとミニーちゃんは売れずに尻尾を振っている。ミニーちゃんなのだ、無事に見つかってよかったのだ。ありがとう、2匹とも心細かったに違いないのだ。家族だったんだな。そうかそうか、家族だな。願い事を叶えた、ズーボーくんありがとうございます。ズーボーくん簡単。さあ、最後にベルトノの願いをやっていきたいと思います。はい、実は一番おすすめです。このベルトノ君が僕は一番おすすめです。っていうのは、まあ最後に分かることなんですが、よく見ておいてください。幻の酒を飲みますように。あんた幻の酒知ってるか。世界中のどんな酒よりもうまいって言われるイベーシュらしい。俺はその酒の出どころを調査し、ついにやりどころを突き止めて、成功したアリカをね。何でもエルテノ大陸のオートカミハルムイという場所により酒場の裏メニューに存在するらしい。オートカミルハムイ、あ、オートカミルハムイってこっから間違ってんじゃん、ベルトロ君。で、周りのチャットでカミルハムイに乾杯っていう合言葉を言えば出してくれるっていう話だ。だがどういうわけか何度言っても帰ってくるのは冷たい視線。まあ、カミルハムイって言ってるからだよね、これ多分。これ僕初めてライブやった時に気づかなかった、カミハルムイってかと思ったら、カミルハムイって書いてあったんだね。さあ、こちらね、まあ、白チャット言えばいいと思うんだけど、カミルハムイに、乾杯。乾杯じゃおかしいよね。乾杯。間違ってますよ、あんたって。お、あ、はてなってなるんだ。あら、ひょっとしてあなた初心者さん、昔からそういう間違いする人多いのよね。ディスってるぞ。ちゃんと教えてくれよ。あ、なるほどね。カミハルムイって入れないと、そういう答えが返ってくるのか、逆にしなかった。じゃあ、カミハルイムね、どう？カミハルイム。に、乾杯。あ、ダメじゃん。これ、ダメじゃん。あ、この二つしか反応しないのね。ハルムイに、乾杯。カミハルムイの乾杯だと、乾杯。あ、これもしっかり反応しないんだ。ちゃんと入れないといけないんだね。カミハルムイに乾杯。その合言葉を言うってことは、あなた例のものをご所望ね、いいわ。特別にサービスしてあげるわ。幻の酒、痛恨の一撃を差し出した。居酒屋の痛恨じゃないよ。あ、違う、変なこと言うな。やめようね、その話題はね。やめようね。カミルハムイに乾杯って言い間違えたのは初心者さん、教えてあげようよ。ベルトロ君困ってたよ。なんでベルトロ君に教えてあげないのさ。うふふ、あなた初心者なのねって言われても、ベルトロ君ちょっとイラッとすると思うけど、ちゃんと教えてあげようよ、そこ。ねえ、かわいそうだよ。ベルトロ君持ってきました。待ちくたびれたぜ。幻の酒が手に入ったなら、早いとここっちによこしてくれ。はい、私は痛恨。幻の酒、痛恨の一撃っていう名前なのか。こいつは効きそうだな。早速いただくとするぜ。すすった。おいおい、これが本当の幻の酒か？悪くはないが、正直言って、期待したほどじゃねえんだぞ。あ、しまった。他のキャラ消しときゃよかった。はい、そこでね、ここ、ドドン！出ました！バレリアさん、もうちょっとドアップして、ドアップで見せて。後ろ姿じゃちょっとやだ。帰還せぬ来てみれば、アストルティアの偵察というのは祭りで酒を飲むことか。おめっちゃ怒っとるよ、いえ、決してそんなことは、七夕なるアストルティア特有の文化を研究し、いずれ征服した際に、まだ征服を考えてんの？まあいい。ほどほどにしておけ。大魔王がいる、この高吉大魔王がいるアストルティアの世界をまだ征服しようとしてんの？バレリア、もう帰っちゃった、バレリア様。びっくりしたぜ。冷や汗かいたらまた喉が渇いちまった。再び幻の酒をすすった。なんだこりゃ、めちゃくちゃうめえじゃねえか。さっきと同じ酒とは思えねえ。そうか。いつも酒がうまい感じられるのは、身近に死の緊張感があるからこそ、生の喜びを、そんなことで酒のうまさを感じたくない、絶対に。世の中の人は何、そう、生死を感じられないと酒がうまいって感じられないのか、これ。やれやれ、うまい酒を飲むために、これからバレリアにしごかれとくか。なんとも辛口だね。ベルトロの願いを叶えた。ということで、はい、なんと、ベルトロの願いを叶えると、あのバレリア様に会えるので、バレリアファンはね、必見。ベルトロのね、願いを叶えるのは。はい、しっかりね、2人の願い事を叶えたので、彦星さんに報告します。綾吉さん、2人の願い人の願い事を叶えてくださったのですね。では、その巾着袋を私に返していただけますか？返します。綾吉は生駒市に願いの巾着袋を渡した。残りの方々は私の方で願い事を叶えておきました。これでゆっくり織姫と過ごすことができます。さあ、またね、ラブラブなね、はい、イチャイチャカップルのね、誕生です。ひっこりん、お仕事終わった？もちろんです、オリリンと共に過ごすために。僕が2人やったでしょ？全部僕が仕事やりましたっていう顔しないで、彦星さん。よかった、忙しくて会えなかったからどうしようと思ったら本来なら会えなかったんだよ。おい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 、どんな願い事だって、僕の願い事叶えてください。仕事ができる男って素敵、本当はできないんだよ。僕に押し付けたんですよ、織姫さん。こいつ本当に。いいところだけ言いやがってこいつ。ヒコリンじゃねえよ。節穴か、お前の目は。さあ、ねえ、ならまた、イベントは、このね、何の絵を見せられてるかはちょっとわかんないけどね、キャッキャ、ウフフのね、はい、画像を見せるための、はい、イベントです。どうでもいいんだよ、このは。さあ、ということでね、一番の目的はこちらですからね、10周年福引き10個。はい、ね、この浴衣ね、ジンベエね。はい、ついでにジンベエね。ありがとうございます。さあ、必ずね、この10周年福引き10個はね、忘れずにね、しっかりもらっておきましょう。さあ、ということなので、今回、まあ一番楽なのが、まあ、ズーボーだか、アサヒちゃんとか、フレンジーちゃんが、まあ戦闘なくね、いけるよね。まあ、ベルトロもそうだよね。なので、ちょっと早く終わらしたいよっていう方は、まあ、フレンジーちゃんだとか、まあ、ズーボーだとか、まあ、そういったね、願いを叶えてみてはいかがでしょうか。まあ、僕のおすすめはベルトロ君ですけどね。うん。で、リプレイ、報酬の喜びの玉手箱、これ10周年福引き出るの？とかっていうね、まあ、質問あったんですけど、まあ、たった1個しかちょっと持ってないんですが、出るのかな？早速ちょっと開けていきたいと思います。ちょっと待って、見えない。何この人で、どうした？なんで土下座してんのこれ。さあ、ドドン、福引券5万円を手に入れた。まあ、出るのかどうかちょっとわからないけど、まあ正直、こんなバージョン 6.2 の忙しいさなかね、毎日やるっていうのはね、10周年福引きが毎日もらえない限りやりたくねえよな。ってことで、一回こっきりの、はい、イベントですと。はい、ということでね、七夕イベントをクリアしてきました。ね、久々にね、バレリア様に会いたい方は、しっかりね、ベルトロ君の願いを叶えてあげてください。っていうことと、僕ちょっと気になったんですけど、フレンジーちゃんの、まあ、願いを叶えるときに、まあ、足りないものを持ってこいっていうことがあったんですけど、まあ、お面屋ね、お面、頭ちょっと変えたかったから、お面屋に行った時にパッと見たら、はい、見てあれ、デスピサロがありましたよ。これなんかフラグか？今度のボスは、おい、今度のボスは、デスピサロか？同盟の相手は、デスピサロなのか？ちょっと楽しみですね。はい。ってことで、本日もご視聴ありがとうございました。